さあ後半さあ後半最後の3ホール、リンゴルフカウントバックルールの難しい最後の3ホールにやってきました。重要な3ホールになります。お筋いってます。距離はナイスショー、ちょいオーバーですが、ナイスオンでした。これも筋いってます、筋いってます。距離はちょっとオーバーですが、これもナイスオンです。ドローで攻めてきてます、戻ってきてます、ピンに向かって。これもナイスショットっぽいです。あ、ちょっとショートでした。よく12ヤードのこんなフックラインです。ちょっと弱かったです。方向もっちりだと思ったんですが、かなりオーバー、120ヤードオーバーしてます。下りのスライスライン、なんとか寄せてパーを取りたいところです。かなりスライスしました。アメリカではパターボーの打つ強さをパーセンテージで表しますが、フラットの時に比べて何パーセントの力で打つという意味なんですが、このパットは 10% だと思います。曲がりを曲がり具合を読み切れませんでした。ナイスパー。約1メートルも残っていますが、この場合はかなりスライスすると思われます。カップアウトサイドライトというのが私の読みです。サイドライトでした。ナイスパー。逆にこのパットはストレートでいいのではないかと思います。あ、若干スライスしました。全てのショットが池絡み、パターを除いて。難しい17番のパー5にやってきました。このホールはフューチャーズトーナメントでも過去何が起こるかわからないホールで有名なホールです。またカウントバックルールなので、非常にここでバーディーまたはターパーを取ることが重要になっています。風はフォローです。ストレートボールで吹き流しにまっすぐ飛んでいってます。ナイスショットです。フェアウェイキープです。これも若干のドローがかかってフェアウェイ真ん中で、ナイスショットです。ナイスショット。ドローがかかって、これもフェアウェイ左にナイスショットです。ナイスショット。第2打地点にやってきました。前方に見える赤い橋まで、赤い橋を越えるためには200ヤード必要となります。ここはレイアップをするのか、それとも
フェアウェイを横切っている水を越えていくのか重要な選択になってきます。レイアップであれば160から70程度レイアップのようです。いいレイアップしました。左足下がりになってますのでライも良くなくレイアップになると思います。よいしょ、超えるまで170ヤードなのでスプーン型は5番で水越えを狙います。ちょっと右に出てしまいましたが他に当たって落ちてきて問題なさそうです。少々前の松の契機になります。レイアップし2打目レイアップでした。残りあと130ヤードグリーンを受けているので果敢に狙っていけると思います。数えばほとんどありません。ピンの右にナイスオンです。ナイスショット。残り約115ヤードですがちょっとディポットに入ってライがよくありません。さあうまくったよします。ナイスオン。ディポットからうまく打ちました。果敢に水越えで来ましたが少々右に押し出し、ここまで戻ってきましたが前の枝がスタイミーになっております。その下から行くか上から行くか、下から行きました。下からのアプローチ。よいしょ。うまく乗りました。17番パー5。全員パーオンしております。下りのスライスライン。20% でしょうか。すいません、フックでした。上りのスライスラインです。よく打った。ナイスバーディー。下りのフックライン 25%。ちょっと強いか。ナイスタッチ。さあカウントバック的にここはまずパーセーブしておきたいところです。フックライン。危なかったですが、ナイスパー。さあ長い200ヤードカウントバックにとって大事な18番。フェアウェイ右にナイスショットです。
かけてます。水は大丈夫でしょうか。第2打、約180ヤードの上りです。少しプロですが、195は打たないと届かないと思います。ちょっと薄い当たりですが、低い球で、おー、ナイスオン。結果オーライ、ナイスショット。バンカーの顎が気になります。190ヤード、うまく打ちました。うまく打ちました。乗った、ナイスショット。17番バーディーの竹本選手、260ヤードのビッグドライブで、残り140ヤードです。残り合わせて145ヤードというところでしょうか。ショートでした。少しダフってしまいました。竹本選手、現在8位タグですが、第2打ちょっとダフってしまいました。カウントバックでは大事なホールとなります。どうしても寄せ番でパーを取りたいところです。彼女は17番でバーディーを取ってますので、8位タイですが、8位になれる可能性が多分にあります。ただしここでのパーが必須条件です。ナイスアプローチ、ナイスアプローチ。さあ、第3打目のアプローチ、下りのスライスラインです。いい感じで来てます。ちょっと強かった。この18番はアプローチが難しいホールです。さあ、バーディーパット。ちょっと打ち切れてない。ショートしてしまいました。大事なカウントバックのパーパットです。8位タイというか、8位を死守するためにはやらなくてはいけません。うん、ナイスパー、ナイスセーブ。プレッシャー強いね。ナイスパー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。リンゴルフのフューチャーストーナメントも今年で2年目を迎え、去年の、優勝者、2位3位の、方は、今年の、6月の19日から、ミッションヒルズカントリークラブで4ラウンドして、で成績良ければ、今年の USLPGA の、一次予選をリンクゴルフでスポンサーしようと思ってます。USLPGA に興味のある方はぜひ、引き続きですね、トーナメント参加していただいて、来年の出場権を獲得すべく頑張ってください。ありがとうございます。写真いただきます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。17、18、ヒヤヒヤでした。今日一日お疲れ様でした。でまずはじめに、このような大会を開催してくださったリンゴルフ様、ありがとうございました。そしてコースの白鵬カントリークラブの皆様、ありがとうございました。
今日は花粉症がきつかったんですけど、まあ、1日通して楽しく回れて、でも目標だったら優勝もできたので、とてもいい1日にできたと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます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 。お疲れ様です。お疲れ様でした。